あらみさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay、LINEPay、Cook On Pay、秋のペイ祭りが開催、毎週200円戻ってくるキャンペーンということで、以前 PayPay 側ではすでに発表があったあのコカ・コーラの自販機、Cook On Payのキャンペーンなんですが、なんと今回はその中に LINEPay も加わって、キャンペーンが開催されるということでしたので、そちらについて簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。そもそもCook On Payとは何ぞやということなんですが、よく見かけるコカ・コーラの自動販売機があると思うんですけども、その自動販売機に専用のCook On Payというコカ・コーラが提供しているアプリを使って簡単に決済ができるサービスのことですね。以前僕の動画でも紹介したことがあります。で、対応している自販機であれば結構便利な手段ですね。そして今回はなんとそのCook On Payのキャンペーンが開催されます。Cook On Pay秋のペイ祭り。各決済サービスで100円以上のコカ・コーラ社製品を購入すると LINEPay だったらその場で100円相当が付与。そして PayPay でもその場で100円相当が付与。なので毎週200円相当が最大戻ってくるということですね。これが4週間続いて期間中最大で800円相当が還元されます。期間は下にも出てるんですけども2019年の10月の7日から11月の3日までとなっています。来週の月曜日からのスタートとなっていますのでここはお間違いないようにしましょう。このキャンペーンは以前のセブンイレブンの3社合同キャンペーンにちょっと似ていますね、仕組み的には。なので、1週間の間に2回、1つ160円の商品が実質60円で購入ができます。コカ・コーラの自販機を利用されている方であれば嬉しいキャンペーンかと思います。それぞれの決済方法の情報なんですが、LINEPay で決済した場合は、100円以上のコカ・コーラ社製品を購入したら、100円相当の LINEPay ボーナスが戻ってきます。そして PayPay の場合は100円以上のコカ・コーラ社製品を購入したら100円相当の PayPay ボーナスがその場で付与がされます。けど PayPay の場合はちょっとした注意点がありまして、Cook On Payに対応している支払い方法としては PayPay 残高のみ。で、もらった PayPay ボーナスは出金や譲渡は不可。あとは場合によっては付与の時期が遅くなる場合もあるということですね。そしてこっからはちょっとした使い方なんですが、僕は以前にCook Onの動画を出していたので、登録などの方法については一旦省きます。Cook On Payのアプリをインストールした状態でお伝えしますが、まずCook On Payのアプリを開いたら、左上の3本線をタップして、今表示されているこのようなメニューが表示されます。ここでもろもろの設定ができまして、今回はここのCook On Payお支払い設定をタップします。そうするとこのような画面が出てきまして、ご覧の通り LINEPay そして PayPay が表示されてますね。下の決済サービスを追加というところをタップしたら、このようにクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、そして今回のキャンペーンのLINEPayや PayPay などが表示されています。ここでまだ追加されてない方は LINEPay と PayPay の追加をしてみてください。うまくできたらこのような画面になりまして、現在は PayPay に赤いチェックが入っています。なのでこのままCook On Pay対応の自販機で購入したら PayPay で決済がされるようになります。逆に LINEPay に切り替えたいときは LINEPay のところをタップしたら同じように LINEPay から決済がされます。なので毎度変更するのはちょっとお手間かかるかもしれませんが、ここに関しては必ず忘れないように注意が必要ですね。ちなみにCook On Pay対象の自動販売機の見つけ方なんですけども、大きく2つあります。まず1つ目はこちらのCook On Pay専用のステッカーが貼ってあるかを確認します。コカ・コーラの自動販売機っていうのは無数にあるので、このステッカーがあるところであればCook On Payのアプリを使って決済ができます。2つ目はマップを使うということで、Cook On Payのアプリをインストールしたら自販機を探すという項目があるので、そこから対応の自販機を探すことができます。例えばこちら福岡県の博多駅付近を例に出すと、赤もしくは白いマークがちらほらあると思います。今回のCook On Payに対応しているのは赤ではなく白い丸のCook On Pay対応と記載されているところ、ここであれば今回のキャンペーンに該当する PayPay や LINEPay などをCook On Payにセットして使うことができます。そしてやっぱりCook On Payのアプリの魅力といえばこちらですね。コカ・コーラの自動販売機がお得に楽しくなるアプリ、Cook On自販機利用でスタンプが貯まる。15個スタンプが貯まると1本無料ということで、このCook Onアプリにはスタンプが溜まるシステムがあるので、それがまた楽しめるかなと思います。もしまだインストールされてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄に僕の紹介リンクがあるので、そこからインストールしたら最初にスタンプが3個もらえた状態で使えますので、ちょっとお得感が出ますね。最後にキャンペーンまとめると、1つ目は毎週200円かけることの4週間、期間中最大800円。そして2つ目は、マップで対応の自販機をチェックします。そして3つ目は、LINEPay と PayPay の切り替えを忘れずにというこの3点ですね。そんなこんなで今回は PayPay と LINEPay PayPay のCook On Payに関するキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。自販機はまあ全体的にスーパーやコンビニよりも高いイメージですけども、今回のキャンペーンを使えば比較的安く購入できるので、ぜひお近くに対応している自販機があればですね、利用してみるのもいいのではないでしょうか。一応先ほどお伝えした僕のCook On Payのリンクについては、有効期限が10月の12日までなんですけども、一応下の概要欄にリンクを貼っておきますので、まだダウンロードされてない方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。